会ってくれてありがとう。長浜市大宮町、古くから栄えた長浜大手門通り商店街に文鮮堂はある。いただいたありがとうメッセージ。創業は明治、昔ながらの本屋さんで、お祭りの時には座敷を開放されています。また地域のアートイベントの実行委員をするなど、積極的に地域貢献をされています。会ってくれてありがとう。ありがとうございます。文鮮堂の前身は両替商、明治になり教科書を取り扱うようになったのが書店の始まり。現在のように個性的な書籍や雑貨が並ぶユニークな書店にたどり着くまでには紆余曲折があった。時代の流れで郊外に大型店を持ったこともあったが、原点であるこの場所に戻った。そのきっかけは、豊さんの母が惚れ込んだ著書の本を手売りで50冊余り売っている姿を見たからだった。本当に自分が感動した本だったもんですから、お客さんに勧めてですね、大変喜んでいただいて、感想文まで、もらう、こんな状況が続いたもんですから、まあ、今はですね、逆に自分たちが本当にいい本だと気に入ったもんだけを逆に寄り継ぐっておくというふうな思いで置かせていただいているところです。スタッフの皆さんに今推している本を教えてもらった。私がおすすめする本は、作ってみよう滋賀の味という本です。滋賀の郷土料理ってすごくいろいろたくさんあると思うんですけれども、地域で自給できるものを中心にレシピも構成されていますので、選ばせていただきました。私のおすすめの一冊は中原淳一さんのこの一冊でございます。すごく懐かしいノスタルジックな、かなり本当にファンがおられると思います。私がお勧めするのは喜一の塗り絵です、まあ、戦後喜一の塗り絵ということで、日本ではもう大ブームになった昔の人には、まあ、懐かしい塗り絵なんですね。年配の方にもすごく人気があって、うちの店では数で言えば一番売れてるシリーズなんです。職場が老人ホームなもんで、これをおばあさんたちが喜んで塗ってるので、新しいのまた欲しいなと思って、またお墓参りのついでに寄ったんです。今ではカフェを併設し、美しい庭と樹齢400年の梅の木を見ながらお茶が飲める。5代目の健二さんは積極的に地元のアートイベントの役を引き受け、昔から集まっていたこの場所を提供している。アートイン長浜というイベントですとか、まあ、着物の集いというイベントですとか、この地域の方々と一緒に支え合いながらやらせていただいております。有名な長浜引山祭りでも若者グループの筆頭を務める。文鮮堂の前は祭りの特等席、かつては井伊家のお殿様もここで観覧していたという、まあ、やっぱりずっと守っていただいてある場所ですので、イベントであったりとか、地元の商店街の方と会議したりとか、まあ、いろんな形でこう使うことで、まあ、商売とはまた別の形でつながっていけるようなことができるっていうのはありがたいですね。商売と町づくりの両輪を、文鮮堂、会ってくれてありがとう。